はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はですね、いつもの撮影と雰囲気が違います。バーミヤンさんお借りいたしまして、企画をやろうかなと思いまして、このね、メンツをお呼び出しました。喋ってよ、無言をやめてよ。ゾウさん、パクパク君、はい、小川さんと誠お兄さんこと吉高先生でございますね。よろしくお願いします。今日はですね、4人のメンバーでちょっとね、ある企画を行っていこうと思います。はい、ただその前に皆様に一つご説明をさせていただきます。はい、今日の撮影にあたって全員一応ね、コロナの検査キットで検査をした後に、当日も体温を測っておりまして、感染対策の方はしっかりと取らせていただいておりますので、そのあたりご了承いただければと思います。今日も企画なんですけど、こちらバーミヤンさんをお借りして、人気ランキングトップ7を当てるまで帰れません企画をやろうかなと。なので、まあ、大食い2人に一般のね、普通の男性2人で、計4名でね、この7位を当てていこうという企画でございますが、どうですか皆さん、自信は。僕、一回これやったことあるんです。結構地獄でしたよ。瞑想しちゃうと最後の一品たどり着けないですよ。いや、本当に多分この企画ついと思うんですよ。はい、ヒントってもらえるんですか。もちろん、うん、これね、時間かかっちゃうと思うんで、はい、ただ今回のヒント、ただではございません。え、ただではない。はい、課金制でございます。値段に応じて、はい、ちょっとあのヒントの度合いっていうんですかね、それがだいぶ変わってくるんですけど。あ、なるほど、はい、なるほど、はい、ちょっともう画面上では分かりにくいんですけれども、一室をお借りして制限時間がございます。今回はですね、撮影開始から制限時間3時間ということで、3時間で当てなければいけないんですよ。なのでちゃんとヒントも用意しておりますが、ヒントがあるということは、もちろん3時間で収まらなかった場合は罰ゲームもございます。はい、3時間で収まらなかった場合、バンジージャンプをしてもらおうかと思います。みんなですか。全員です。連帯責任です。連帯責任です。まあ、もちろん、本家さん通り一品ずつ頼んでもいいし、いっぱいね、一気に頼んでもいいし、それはでも各自のお腹の都合ではございますが、まあ、基本的にはね、みんなの意見、まあ、みんなの食レポを聞きたいので、これはまあ取り分けながら、まあ、楽しくね、まあ、4人でご飯に食べに来たような感覚で今回の企画は進めさせていただければと思っております。どうですか先生とか。どう、吉高先生。僕はもう、さっきおっしゃっていただいたように、僕一般人なので、食べたいものだけ頼んで、あとは全部ぶん投げようかなって。じゃあ注文の順番どうしますか。シンプルに今お腹空いてる人誰ですか。僕空いてますね。いや、ここは最初はラスカルさん。あ、でも確かにそうっすよ。オーナーがもう行っていただいて。一品目僕からでいいですか。はい、お願いします。責任重くないですか。やっぱ食べられる大食いからスタートした方が確かにいいかもしれないですね。ちょっと余裕があるうちに7位とかの怪しい部分を狙っていった方がいいのかなと思うんですよね。下から行く感じですね。確かに。そう、まあ、でも間違いなくその炭水化物系じゃないと思うんですよ。そうですね、主食系じゃないと思うんで、うん、7位とか6位とかこのギリギリのラインって頼みたいんだけど、でも普段頼まないよねっていうところだと思うんですよ。でこれパーッとメニュー見た時に、北京ダックすごい安いんですよ。値段が3枚で499円税込みで、で6枚でも824円。だから本当にファミリーとかで来てもこれ6枚で1品824円で北京ダックが食べれるってすごい商品だと思うんですけど、ただご飯食べに来た時になかなか北京ダックって手出すかなっていうところなんですよ。ちょっと1品目から北京ダックいいですか。全然いいんですけど、ここまで考察されると僕ら3人この後何喋ってるか。ファミリーが多いと思うんで6枚入り、まあ、ちょっとこっちを選ぼうかなと。ちょっと注文カゴを入れさせていただきますと。ということで、はい、1品目僕の到着いたしました、うん、北京ダックでございます。これちょっとしっかりとお肉もね、ついてるの、ね、でやっぱり食べ応えありますよね、こういう方が、うん、絶対うまいと思う。ちょっとこれ開けちゃっていいですか、これ皮。みんな取り分けようとは思うんですけど、ちょっと注文させていただいたんで、先に取っちゃってもらって。はい、ぜひ。ありがとうございます。よいしょ。じゃあちょっとすいません、お先に、はい、いただきます。いただきます。うまそうに食うな。美味しそうですね。ビール欲しいな。うまっ。めちゃめちゃうまい。やっぱすごいなって思うんですけど、普通こういう北京ダックってこの甜麺醤系のソースもちょっと香辛料を効かしたりとかして、うん、その本場のやつって結構食べにくかったりするんですよ。でもやっぱりファミリーレストランさんなんで、香りはしっかりあるんだけど甘みも強くて、味噌っぽいようなこのコクがあるんで、やっぱ香りはあるけどすごく食べやすい、こうブラッシュアップされて、これめちゃめちゃうまい。いただきます。いただきます。いただきます。うまい。ベスト3に入ってますね。
1個上がったよ。うまい、ソース。いや、うまいっすよね、これ。うまい。いや、本当に先ほどラスカルさんが言われたこのソースですかね、うん、全然食べやすいというか、うん、本当に癖のないソースなんで、それも皮ももっちりして、うん、もう肉厚なこの北京ダックがすごい入ってるって美味しいですね。絶対入ってる。じゃあ、タクちゃん、はいよ、こちらの北京ダックの6枚入りランキングに入っておりますでしょうか。はい、おりません。え、残念。嘘。まあ、こっから知ってもらえれば、この動画が公開された後は多分すぐトップ10に入ってくる。でもこれ今6枚で外しましたけど、これ怖いのが3枚もランキングで言ったら別だから、かこれ3入ってたらマジで本当ハマりますよ。うん、もう迷宮入りだった。うわ、まあちょっとね、1品目外しましたけど、じゃあちょっと次ゾウ君のね、品、そうですね、はい、楽しみにということで、僕個人的に食べたいものでいいですか。もちろんもちろん、エビチリ中華といったら絶対入ってるだろうなって僕個人的に思うんですよね。エビチリは子供から大人まで楽しめる。確かにエビチリは結構上位きそうですよね。入ってて欲しい。そのピタリ賞7つあるじゃないですか、はい、7つのうち1番当てた人がこの後おそらく買うであろうヒントの代金全部バックしましょう。わー、なるほど、なるほど、なるほど。これちなみにこれ何位予想。これ4位です。4位、4位予想ですね。いいね、なんかこの企画楽しいですね。いや楽しいですけど、あまりにもガチすぎてちょっとこの後頼みづらいな。なんかちょっといい意味でのピリつきもありますね。はい、じゃあ僕が頼んだエビのチリソースですね。いや美味しそうですね、やっぱり見てください、このエビでかっ。エビでかいです。エビがでかい、一個一個がプリプリなんですよ。うん、うまっ。うわ、美味しそう。じゃあもう早速食べちゃっていいですか。もちろん、どうぞどうぞ。じゃあ取り分けて。あ、大きい。大きいです。いただきます、うん、美味しい。すっごいエビがやっぱりプリプリしてるんですよ、うん、で、最初食べやすい辛さなんですけど、ちょっと後からピリ辛感があって、すごいご飯が美味しくなる一品ですね。これうまい、これ食べてもらいたいです。うぃ、ちょっと、じゃあちょっともう小川さんから言っちゃってください、そんだけ食べたかったら。いいんですか。言っちゃってくださいよ、これ。ありがとうございます。はい、よし、ありがとうございます。本当に美味しい。でもなんか思ってたよりそんな辛くなくて、多分お子様でも全然食べれるぐらいの辛さだと思います。で、このパリパリのアクセントがめちゃくちゃいい。そうなんだ。うん、なんか一番言いたいことが一つあるとしたら、ご飯食べたくなります、ね、さっき聞いた。さっき聞いたんだよ。いい香りする。あ、美味しそう。うまいね。うまいですね。うまいね。これね、これね、チャーハンにかけて食べたい。あー、うまっ。あ、こんなうまいんだ。うまい。じゃあ結果発表、うん、お願いしてもいいですか。じゃあ、たくみさん、このエビのチリソースベスト7に入ってますか。入ってません。入ってないの。嘘でしょ。エビのチリソース入ってないの。いや、逆に何食べてんのみんな。入ってなかったということで、僕ね、もう決めてるんですよ僕、はい、なんか食べたいってより値段重視だと思ってね、意外と。はい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 。エビチリとか絶対美味しいんですけど、ちょっとやっぱ一品系で見ると少しお値段高めなんです。お値段安めの方から攻めたいんですけど、今回は辛いの好きなお二方いるんで、麻婆豆腐の方を行かせていただきたいなと思います。プラス100円でフォアジャンついてくるんで、はいはい、はい、プラス100円でフォアジャンもつけてみたいと思います。フォアジャン付きで、なんでも辛い方食べたいです。あ、もうこれに関してランキング関係ない、辛い方食べたいです。食べたい。はい、届いたのでちょっといただこうかと思います。めっちゃうまそう。うまそうです。美味しそう。何か頼まれました。なんか見えますね、なんか見慣れてるものと。シャレたウーロン茶です。顔何そのシャーないやみたいな。ノンアルですか。はい、僕はノンアルですから。ラスカ様はノンアルの。そうそうそう、ドライゼロ。おしゃれなグラスに入ったウーロン茶ですね、これ。乳焼きですか。はい、どうぞ。あそうね、何年ものかな。お酒か。5年ですね。で、僕は紹興酒を。紹興酒を、はい、しました。じゃあ早速いただきたいと思います。はい、はい。なんか思ったより赤くないですか。あ、確かにちょっと茶色が。いただきます。
しい。辛みはそんなになくて、ひき肉の食感すごくしっかりしてて美味しいですね。美味しそう。この辛さだったらまだ全然いけるかなっていうぐらいです、うん、だベースにも少しラー油が足されてるみたいなんですけど、はいはい、辛さ増しでさらに追加できるということなので行ってみたいと思います。はい、でも香りがすごい。え、あ、その時点ですか。ほら結構小川さんかけてありましたからね。どうなんですか。うん、爽やかな感じになります。変わるんだ。これめっちゃ美味しい。そうですね、本当にいいな。あ、でも来る。あ、来る。どうぞどうぞ。取り分けちゃいます。うん、どうぞ入れてください。これ本当美味しい。いただきます。はい。あ、本当だ。この豆腐が本当に舌触りがいいというか。うま。皆さん美味しそうに食べますね。これうまい。いや、これだよ。うん。これですね。あ、なるほど。画面の右がお酒チームだ。あ、うまい。飲むね。いい音で。いい音鳴らすな。で、これ麻婆豆腐ってけど皆さん食べると分かるんですけど、あの、なんか旨味が浅いところが多いと思うんですよ、結構、うんうんうん、でもまずそもそも香りがお肉なんですよ。で、入れた瞬間にトーチのようなこの香ばしい香りと、うん、で、ウイシャンフェンじゃないんだけど、なんかね、どこかこういう香辛料的な香りもしっかりするんですよ、うん、で、ただウイシャンフェンのようにその日本人がダメな匂いじゃないから、みんな食べられるんだけど、こう箸が進むような香りがしてて、なんか本当にスパイスの効果で言ったらカレーにも近いような、うん、食欲同時にするような嫌な匂いじゃないんだけど、スパイスの香りもしっかりあるっていうような旨味の強い麻婆ですね、うん、僕が頼んだ、うん、武蔵野麻婆、はい、499円、税込み549円、うん、こちらは第7位ですか。違います。早い。ちなみにランキングには入ってますか。入ってません。タクちゃん冷たいんだよね。食い気味なんですよ、ちょっと。即答してたよ、これ。でもこれ本当にやばいですよ。1巡目3人外してるから、ね、吉高さんに決まってるよ、これ。任せてくださいよ。決めていただきます。ずっと決めてて、僕ごま団子好きなんですよ、バーミヤンさんの。かわいい。ごま団子。中華料理行った時に締めには僕も頼む確率かなり高いんですよ、うん、はいはい、あのもちもちの食感が本当に美味しいじゃないですか、うん、まあ、ちょっとぶっちゃけこの企画で早すぎるなとは思うんですけど、ランキング的に言ったら全然あるんじゃないかなっていう気は。お腹空いてるうちにちょっと好きなものを食べてください。じゃあごま付き団子。ごま付き団子で、はい、はい、あの僕が注文しましてですね、ごま付き団子、うん、はい、表情で伝わりますよ。これ中に入ってるのって、ごめんなさい、知識がないんですけど、粒あんなんですか。こしあん。こしあんなんだ。外はごまのすごいいい香りと、うん、はいはい、でサクサクなんですけど、中もちもちで、はい、で、あったかいから風味もすごい良くて、こしあんの、うまそう。めちゃめちゃうまい。いや、これ入ってると思うんだよ、なんか7位とかにいるかもしれない。完食いたしました。はい、ごま付き団子はランキングに入ってますか。こちらなんですけれども、はい、おりません。え、だろ、1巡全滅。全滅じゃないですか。大丈夫。そうでしょ。ちょ、これ本当に2巡目も次からちょっと1位2位でもいいから、ちょっとガンガン当てに行きません、うん、まあもちろん1回バンジージャンプの覚悟を決めた方がいい。確かに。ちょっとこれ2巡目ということで、はい、これガチで当てに行きますよ、僕。はい、このコロナの時期にどうしてもなってきて、夜に飲みに来たりっていうお客さんって、まあ、その以前に比べたらちょっと減ってると思うんですよ。そうした場合、どういうお客さんが増えるかっていうと、やっぱランチを食べに来るお客さんがかなり増えてると思うんですよね。うん、で、これメニュー表の裏を見ると、これ定食のメニュー、これちょっと見えるかな。はいはいはい。ものすごく豊富なんですよ。種類多いですね。で、僕今パッと見て、ものすごい惹かれたのが、飯定食の麻婆チャーハン。それはうまそう。これめちゃめちゃうまそうじゃないですか。めちゃくちゃうまそう。で、しかもこれで税込769円。あー、安い。ちょっと僕これでいかしてください。はい、うん、はい、ということで今僕の届きました、はい、これが一応麻婆チャーハン定食なんですけど、これめちゃめちゃうまそうなんですよね、この2色、これたまんなくないですか。美味しそう。絶対うまい。で、ただちょっと予想外だったのが、これ定食なんで日替わりスープがついてくる。なので、ちょっと予想外のところがあったんですよね。いや、行っちゃってください。ちょっと独り占めさせていただきます、今回は。もちろんです。はい、いいよ。うわ、いや、これ絶対うまいですよ。絶対うまい。うわ、これは
これで入ってなかったらみんな何食ってんのって本当に美味しそう。いや美味しそう。あーこれは入ってるよ。一度拍手チャーハンがうまい。そうだ、チャーハン食べてないっすね。まだチャーハンのいい香りが広がってくるんですよ。きます。チャーハンめちゃめちゃうまい。ちょっと美味しそうすぎてムカついてきたから同じやつ頼んでやろうかなと思って美味しそう。こちらスープなんですけど、うん、醤油系ベースなのか。でそしたらちょっと、はい、もう今さっき話したように1時間以上過ぎてるんですよ。1巡2巡あたりで、うん、でこのままだ押しちゃうんで、うん、ちょっとまだ僕完食してないですけど、ゾウ君さっき頼んじゃってもらっていい？わかりました、うん、じゃあメニューでちょっと2巡目のゾウ君のターンお願いします。あのバンジーかかってるんでタイムアップで終わるって一番嫌なんで。3時間ですもんね、はい、タイムリミット。あえてバンミヤンさんとかってファミリー層が多分たくさん使用されているお店さんの一つだと思うんですよ。お子様も食べれる、みんな食べれる山盛りフライドポテト、いやこれ入ってると思うんですよ、はいはいはい、多分なるほどね、はい、つまみたい、うん、絶対必ず頼むとは思うんで。そうですね、やっぱ山盛りってこの近場で見ると多いな。そうですね今山盛りポテトが来ましたね。いやこれ多分入ってると思うんですよね、はい、じゃあ取り分けて。さすがに山盛りはシェアだよねそうです ね、 そうですね。結構くれるな。優しさなのかもしれないで、これ僕です。あーびっくりした。待って待って待って、ちょっと待って。これは吉高さんごま団子の、すいません、そうだ、ごま団子のキャパがね、まだ、はい、いただきます。いただきます。間違いないですよね、うん、間違いない味です。あーうまい、うん、塩味もちょうどいいし、ちょうどいいですね、うん、一人で俺のところにケチャップついてるからねだって確かにやっぱりポテトあればつまんじゃいますもんね、うん、無限にこう手が止まんなくなる。それもお子さんとか一番好きだと思うんですよ、はい、完食。はい、うんうん、じゃあ早速ちょっと順位発表ですね、はい、で僕が注文させていただきました麻婆チャーハン定食、ランキングに入っておりますでしょうか。入っておりません。え嘘でしょ。入ってないんだ。入ってると思ってました。ちょっと嘘でしょ。麻婆チャーハン定食入っておりません、うん、あ今日無理だわ罰ゲームだ罰ゲーム。えじゃあゾウ君の、あじゃ あ、 あいいですか、はい、じゃあ僕が頼んだ山盛りポテトフライはランキングに入ってますでしょうか。入っておりません。え嘘。えもうダメだ。大丈夫。ええこれ入ってないの。深読みすぎなんですかね多分単純にあのこれダメですよ。ドツボにハマってキャン始めてますね。えじゃあやばいやばいですねまずいですね。えこれ今日の企画思ってるより やばかった